はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきたいと思います。では、今回もツイッチで配信を行ってますので、ぜひツイッチのアカウントフォロー、いただければ嬉しく思います。また、YouTube、 これですね、2日後に18日21時頃からアーカイブアップロード予定です。ぜひご覧ください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いします。また旧 Twitter である X のアカウントを持っております。 X のアカウントのフォローもぜひいただければ嬉しく思います。さあ、今回5月の1週ということで、もう2回使っちゃってるんだ。じゃあ行きますか、早速。お、たまちゃん期待されてますね。かなりの高額と言われてます。長距離馬だな、典型的な。期待しましょう。長距離馬らしく小柄ですね。でも小柄だじゃないんだよ。小柄とは限らないのか。ゴルシとかでかかったと思うしな。ライスシャアの印象が強いよな。で、あれで長距離は小型っていうなんか思いが強いのかも。さあ、オーケーブルースリー頑張ってほしい。天の玉ちゃんを継ぐんだ。ということで、まずは鹿島記念金引きり登場、一番人気となっております。まあここは負けられないでしょう。レース行きましょう。船橋競馬場 JPN1 柏記念だと 1600m をマイル戦です。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。シャンデリアデッキ前に行きそうです。シーチャリオットそれに続いています。それでは先頭からワンダースピード先手を取りました。8番金引きり2番手を追走。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。その隣にシーチャリオット、これに続くのがバンブーエール、すぐ後ろにシャンデリアデッキ、黒の帽子ナージャマジソン、その後ろシラミックフローラ、すぐ後ろその後ろに大小ジェット、その後ろにマイネルアワグラス、並んで6番富士のウェーブ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G1 馬ワンダースピード依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ7番。さあもう先頭に躍り出た。早くも金引きり、これは絶好の手応え。間を挟んでバンブーエール。さあ残り400m。金引きりこのまま逃げ切れるでしょうか。金引きり持ったまんまでスピードが違いますよ。これワンダースピード金引きり先頭。2番手は強すぎる。金引きりこの馬で決まりか。金引きり独走、金引きりぶっちぎりです。2着は富士のウェーブ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは金引きり。1番7連勝、今年いっぱいまでですからね。まあ、数々を海外レース勝ってきた馬ですから、サウジカップ2連覇とか、こんなちょっとやっぱり戦うステージが違いすぎますね。さあタンゴステークスか、3歳のダート戦です。2番人気です。天のヒーロークラブは凱旋恋空もいます。逃げ馬
一番人気はオリーブバンナーですね。戦法変えられます。先行策いきましょう。ダイジェストです。京都3歳オープン特別単語ステークスだと 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。直線勝負、先頭あと 200m、 さあ頑張れ天野ヒーロー。ガノンカモン2番手は、あ、引き離された。ガノンカモン先頭だ。先頭はガノンカモン、1着でゴール、2着は天野ヒーロー、3着にオリーブバンナー。見事に勝ちましたガノンカモン。勝負弱いのかもな。さあスイートピーステークスはオクストライアル、凱旋オグシゴか。メンバーは見とこうか。ウィングハロー、芝のレース出るんだ。スキャンとかダートバーば、ダートバーやんだな。まあスキャンは芝もあり、芝での参考もありましたけどね。ちょっと厳しいんじゃないかな。あ、いやちょっと待ってよ。あ、無理か。飛ばしましょう。優先スペインだった。さあオーケンスブルースリーが天皇賞春に出走です。オーケンブルースリーは5番人気か。ちょっと厳しいな。1番人気はイエーツ、デルタブルース、強いな。オアシス選手はともかく、あとポップロックか。チャンスがないとは思えないけどね。ダイジェストいきましょう。京都、G1 天皇賞春芝 3200m 長丁場です。4コーナーをカーブして頑張れブルースリー、行け。先頭そこめ、でもデルタブルースの勢いがいいな。デルタブルースさらに足を伸ばす、一気にオーケンブルースリー、いやブルースリーがデルタブルース、わずかにデルタブルースか、惜しい。いや一瞬オケブルースリー抜け出したように見えたんですけどね。今後に期待しましょう。さあ、海外は3レース。ゼニアット天の小泉はこれすでに金札を確定しております。気持ちいいは4勝か。まあでもちょっと気持ちいいは厳しいかな。金札は。しかもダートの交流重賞も入れて4勝ですからね。NHK マイルカップ初音ミックとハニカミが出てまいります。さあどうするんだ。ヘアステークスってなんか出てる。セカチュウとかハルヒいるね。この辺譲ったった方がいいよな。別に無理に働く必要ないですからね、金引きには。あとやっぱり寿命のこともちょっと心配です。帝王賞いきますかね。フルソナ勝ちたいんやがいいのか。これって何？ダート戦か。今が？今5月だよな。
あ、スマートハルコンがいた。まあ、岡出すですってこのぐらいしいないからな。このレースぐらいしかないからな。行きましょう。ゴールド、3単位だけど、ドバイワールドカップ3着のがいるんだ。その辺、この辺そんなに強くないからな。出せる馬出したら出したいレースではありますね。逆に行ったらちょっと考えるな。レース一応登録だけしといて、他になんか適当な馬いたら譲りますか。で、変圧書は削除で、こうするとそうだよな。まあ二周放牧、天のヒーローはなかなか勝てない、青いステークスは芝か。まあ芝も悪く、芝の方が良かったりするかもしれない。距離適正ってどうなんだろうな。やっぱりスプリンターなんかな。青いステークスへ向かいましょう。でブルースリーは確かに宝塚いいが、長距離勝負したいよな。やるんだったら、うん、ちょっと疲れがな、心配です。この辺とかだろうな。コーネーションもある。ここ、出す？ちょっと待った。ビブラパタカがどんだけお強さあるかだろうな。シャンゼリエとガネーショとかやっぱりこっちの方がレベル高そうだしな。あとはゴールドカップとかか。サンクルー大商店、この辺もいいですね。まあ、こっちでもいいかも。こっちの方がまだ組みしやすそう。ということで。遅めか。こんな。ということは、そんなに戦える期間が長くないかもしれないですよね。一戦一戦を大事にしないといけないとも言える。疲れがやわすぎんな。ブエナビスタ、まあ、2冠狙うからな。小泉は5冠、まあ、こっちですよ。木札取りに行かないといけないからね。チャーチルダウンズステークス、山の気持ちいい一番人気です。122、イディオットプルーフですね。ライバルになり得るのが、レース行きましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1 チャーチルダウンズステークス、ダート 1400m です。
こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、グラスサドルス前に行きそうです。オルドナロ、それに続いています。さらにはウィルビールーラ、 G1 3勝イディオットプルーフ、その後ろオルドナロ先手を取りました。緑の帽子チェインシャーガー、その後ろ内からはコモドールストーリー、その隣にルナットメモリーズ、天の気持ちいい、いい位置です。並んで栗色の馬体サバンナサデア、すぐ後ろにパレスバラクーナ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はボルドナロ、ボルドナロさらにリードを広げます。2番手はイディオットプルーフ、間を挟んでチェインシャーガー、3番手 G1 4勝天の気持ちいい、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。一気抜き出した。王者の争いだ。最後の追い比べ、先頭は天の気持ちいい、あと 200m 天の気持ちいい、差を広げる。2番手はリオットプルーフ、天の気持ちいい、勝ちました。段違いの強さです。2着はイディオットプルーフ、3着にボルドナロ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。1番3連勝、勝ちを伸ばしていきます。ラトノワンヌステークス、ゼニアッタ1番人気、ゼニアッタ129ですね。ウェルクイーンとパピルスアップルぐらいか。さあ、カータ騎手頑張ってもらいましょう。レースです。チャーチルダウンズ競馬場 G1 ラトノワンヌステークス、ダート 1700m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはビハインドザタームズ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してビハインドザタームズ、鼻に立ちます。その後ろからはココアビーチ、この馬も上がっていく構えです。ジョスアドラーブル後方から、それでは先頭から。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。コテージフリング先手を取りました。ビハインドザタームズ、すぐ後ろ、さらにはヒンドセントラル、オフショアソルト、そのうちに続いています。好位置をキープしています。ゼニアッタ、その外にジュエットインソレンス、内からはパピルスアップル、その外からビショップインテンション、その隣に急激上がってきてるぞ。内からはあれがゼニアッタか、2番手についてるのが。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、先頭はまだ1番コテージフリング、2番手はゼニアッタ。ゼニアッタもう2番手だ。ちょっと引っかかってる。あ、先頭に躍り出たが、これが大丈夫なのか。仕掛け早くない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り200m。いや、もうついていけませんね。タバ2番手はオフショアソルト。あ、ぶっちぎりだ。圧勝。ゼニアッタぶっちぎりです。2着はオフショアソルト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。強いゼニアッタ。ラトノワンヌステークス、サーカーダ騎手、これで、星4になりまして、キザ4になりまして、寄贈時能力アップです。
すごかったな。ゼニアッタ、これ、サシウマなんですよね、本来は。ダブル R、タフクラシックステークス、天野小泉一番人気。127。あ、小泉、でも、首位互角とか言われてたけどな。まあ、そんぐらいイグジットが、強力なライバルになりそうな感じですね。吉田豊騎乗。まあ、苦戦金札を獲得してるんで、気楽に進められます。レースです。チャーチルダンズ競馬場 G1 WRタフクラシックステークス芝 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。ソングラインイグリッドも前に行きそうです。ヴィンテージショット、それに続いています。そっか、巻き返しはうまいですね。13番オフショアウィッシュズ、その後ろ先手を取ったのはヴィンテージショット、アーリエンヘイロフト、すぐ後ろこれに続いてゴールフウェストシリウス、オレンジの外を回るとフリーなんだが大丈夫か。アフリカンニコル、その前に進出、その外からコートビジョン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その隣にステートクリーナ、エターナルアンネッタ、それに続きます。並んで14番コロネーションエンボイ、すぐ後ろにゲイリーゾーン、最後方にポスターレポート、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。古豪ヴィンテージショット、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として6番ヴィンテージショット、まだ粘っています。2番手はオフショアウィッシュション、間を挟んでさあ大外回っていうかコースロスが大きいが引き受けられるか。先頭さあ並んでいる叩き合いだ。小泉勝て、小泉いけ、いけいけいけ、勝ちました。よしよし、この勝利は大きい。相手に見事な勝利を収めました。天野小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。神田騎手にとってはプラスです。吉田隆か。この叩き合いを制したのはでかいです。鉄砲、そんなにいらん。立花ステークス、天野ラキスタ登場です。3歳レース、一番人気ですね。ラキスタ、さあ、ダイジェストいきましょう。3歳戦です。京都競馬場芝 1400m 立花ステークスダイジェストです。さあいよいよ直線の攻防。天野ラキスタ先頭、リードは2馬身から3馬身、ラベリータ懸命に追いすがります。残り 200m、 シューマ来たぞ。一気に後続が襲いかかってきた。ちょっと耐えてきた。アイアム神の孫ガノンベルベール迫る。天野ラキスタなんとか逃げ切った。2着はガノンベルベール、3着にルシクル、一番人気に応えました。天野ラキスタ見事です。ね、騎手そして NHK マイルカップとなりました。兄は天野ハニカミ1番人気、天野初音ミク2番人気と1番人気2番人気を占めております。クラブを3頭出走、うち凱旋ドンカンが4番人気で1番人気ありますね。ハニカミグリグリじゃないですか。サンカルロか。あとはさあ、初音ミクは先方いられますが、差しで特に不利がないのでこのまま行きます。レースです。さあ、3歳のマイル王決定戦 NHK マイルカップ、
東京競馬場芝 1600m で行われます。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。おっとジョーカプチーノ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に天の初音ミック入ってゲートイン完了です。スタートしました。好スタートを決めたのはレッドスパーダ、ジョーカプチーノ。ダッシュがつきません。レッドスパーダ、この辺りも前へ行きます。これに続くのが天のハニカミ。レッドスパーダ先手を取りました。並んで10番ライクサビ、マジソンカフェ、この馬もこのグループ。内からは凱旋星一部、その隣にサーテンウィンパー、その横にロンリーバラード、すぐ隣にオリーブシャープ、ジョーカプチーノ、すぐ後ろ黄色の帽子ストロングリターン、その後ろダブルウェッジ、それに続いています。並んで14番サンカルロ、その横にアイシーペトロネラ。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭は依然としてレッドスパーダ、2番手は天のハニカミ、ハニカミ2番手ですね。3番手天のハニカミ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。ここで展開にも恵まれている。差を広げにかかります。レッドスパーダ2番手、手応えはどうか。天のハニカミ先頭、リードは3馬身以上。この差が広がります。ちょっと遠きそうにないね。後方はようやく初音が来たけど、これは強い、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天の初音に、これが世界の実力だ。天のハニカミ、ハニカミ多分昨年のあの阪神笹井愛のレースじゃないの。阪神2歳か。さあハニカミの勝利となりました。早熟なんでね、ハニカミちょっとこの辺は気になる材料ではありますが、黒田騎手も絆が上がりました。いや鉄砲いらない。クラマーステークス、クラブはベストロケーション1番人気、マイネレーゼルも2番人気となっております。ダイジェストです。京都、オープン特別クラマステークス芝 1200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ベストロケーション先頭、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。2番手はハートオブクイーン、内から一気にウィンドローリン。ベストロケーション、ベストロケーション、1着、2着はウィンドローリン、1番人気に応えました。ベストロケーション見事です。新潟大商店2頭出し、1番人気天の千の風、2番人気天の想定内となっております。キャプテントゥーで小倉大商店勝ってんのになんでこんなに人気ないんだ。 DT ってなんだ、何のレースだこれ。ドバイターフか、すごいな。ディメンショントランスファーじゃないんだ。さあそんな昔のアニメ、昔でもないか、置いといて、あと大隅グラスワン、東海ワイルドも出てますね。想定内は先方変えられます。先方策、雨もありますしね、前に行った方が有利っぽい。ダイジェストいきましょう。新潟 G3、新潟大商店芝 2000m です。
さあいよいよ直線の攻防、天野颯太いない、先頭残りあと 400m、 先頭ですが、ここからどうか、天野颯太いない先頭、しかしその差はまだわからない、ここが踏ん張りどころ、残り 200m、 外からもどんどん来ている、天野颯太いない、いや、やばいぞこれ、木に天野線の風、大隅グラスワン、大隅グラスワンだ、大隅グラスワン、1着、2着にやられてしまった、天野颯太いない、3着に東海ワイルド、見事に勝ちました、大隅グラスワン、刺されましたね、大隅グラスワンに想定内。あ、一番に千の風は5着だったか。さあ、G1 のみです。ビクトリアマイル行われません。ダイワスカレット、天の世界に花、世界に花はちょっと厳しいかな。まあでも19勝してるから、あ、これダイワスカーレットとの頂上決戦ですね。ダイワスカーレットも14勝しています。そして海外は、マンノモステークスとフランス戦ギニーとなっております。すべてを飲み込む豪脚、強かったな。まあ、かかりながら行ってる感じだもんな。ダイワスカーレットの方が上、いや一挙です。さあ、5月1週結構レースに出ましたが、まず気持ちいいですね。気持ちいいはこれで5勝か。とはいえ東京大賞典とか地方交流は 0.5 勝に計算されるので、まだまだあの海外とか勝っていかなきゃいけません。なるほどな、調教方針で、客室重視、気持ちいいの良いとこは距離適正の幅の広さですね。まあ、正直ここ出たいな。あ、いや、ちょっと待ってよ。6月4週ちょっとローテがな、詰まりすぎてるからな、まあ、こっちかこの辺かねった。ここ出しましょう。ピン、ビンググロスウィーステークス。ここだと全然チャンスありますよ。そしてゼニアッタ、うん、スパーキングレディ面白そうです。まあ出すレースがないからな、スパーキングレディでいいでしょう。そして小泉です。小泉は12連勝か。マイルは短い。安田の方がむしろいいかもね。安田行ってみましょうか。面白いかもね。安田じゃない、宝塚行ってみましょう。あ、でもこんなに出るんだ。まあでも出ていいと思いますけどね。もしそれがダメだったら、トリティポリとかか、ジュピターいるけどな。クイーンズ・オブ・ウェールズ、あれでも勝てる
多分誰か出たら勝てますよ。これ6連フィーパーダートかと、この辺ですよね。この辺は誰か出したいですよね。サンクルー大商店、まあちょっと距離が長い。まあ出たら勝てるからな、誰か。かといって小泉はもう条件満たしてるからな。宝塚出しましょう。宝塚本来出るはずの馬を出せばいいわけです。かといって想定内ではちょっとチャンスがない。やっぱりしっかり勝っていく必要ありますね。スピードがとにかくないんだよな想定内は。エプソムカップに出す？あ、初音ミクが言うんか。1200もでもいけるんだな。まあ、ナロー記念でもいいです。疲労がなければね、全然出していいですけどね。覚醒っていうのもありますし。ナロー行ってみますか。目黒って距離持つ？持たないな。行ってみましょう。61キロ。あ、ダメですね。 CBC 賞の方が良いかも。まあならば鳴尾記念出しましょう。宝塚出しません。あ、秋山騎手なんか被っちゃってるや。え、誰と被る？秋山普通被ることないだろうと思ったら、キャンキャンが被るんですね。いや、そんなわけないでしょう。ということで武豊に変更です。ちょっと調子が欲しい。いい調子上げたいよな。で、気持ちいいが、ハニカミアイルランド2000ギニーですね。今何勝？3勝です。早熟なんで早く勝たねばならない。初音ミクはエプソムカップか。エプソムカップでコーバ混合だからなぁと。ちょっと疲れが、これはいけません。3周放牧してちょっと様子を見ましょう。で、ラキスタが、いや無理でしょう。まだ重賞も取ってないです。重賞取らせる方が先です。むちゃいちゃいけません。これは、あ、ダートもいけるんだ。じゃあユニコーン出すか。そして想定内、想定内はナロー記念。千の風はこんなの無茶です。宝塚なんか出させるわけはない。まだ本当なら、まあ、オープン特別じゃないとダメですよね。疲れも溜まっちゃってるし、6月4週以降だろうな。逆にこっちだな。iPod は海老名機種ですね。小泉が
なるほど、ブログとジョッキーか被るのか。ブログは発祥、iPod は1600の2800か。まあ、iPod も勝ってますからね。マンハッタンは世界に花が出てんのか。200万か。サンクルーでも出る？いや、ちょっとサンクルーのメンバーってどうなん？いや、ちょっとメンバー落ちるよね。いや、やめとこう。やっぱり宝塚出よう。ただし、エビナが5か。逆にエミナじゃないジョッキー乗せるのもありやな。若いジョッキー三浦光成、うん、残霊部か。花盛り 最上位か。一騎打ちムードかな。あ、凱旋さお酒屋だ。スリープレスナイトなんかも出ますね。もうちょっとなんですよね、この辺は。うん、いきましょう。ネクスト、マンノモステークス、アマノハウルです。一番人気129ですが、ジオポンティが立ちふさがります。一騎打ちムードかな。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 マンノモーステークス芝 2200m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと、応援ケース遅れてしまいました。さあ果たして何が行くでしょうか。コスタートですね。ハウルはソードジューン、それに続いていますバンクスフラート。どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。ミザールダイヤモンド先手を取りました。ソードジューン、すぐ後ろ、その外からオーラスマリン、アポロスターク、そのうちに続いています。その外にジオポンティ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。応援ケース、その前に進出アマノハウル、いい位置です、うん、その外にソフトリーフィーバー、ピンクの帽子、差し馬だと思うけど声つけてます。これに続いてサバナブレイベスト、その隣にインフォメーションサンセット、外に持ち出して、あ、うまいコースドに見せましたね。今各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。コースロスも防がれる。カーブのおさに内へ、その後ろにミザールダイヤモンド、さあ間もなく第3コーナーです。4番手は依然としてオーラスマリン、ミザールダイヤモンド、ほとんど差がありません。さあここから進出していくのか。3番手アマノハウル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。まだですね。あ、ここから進出していきます。先頭はオーラスマリン、アマノハウル先頭に立った。ミザールダイヤモンド、その後ろ離れてソフトリーフィーバー、
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あ、これぶっちぎったや、強い。あと 200m、 さあ持ったまんまです。アマノハウル2番手は強い、圧勝ですね。ジオポンティあたりを圧倒的な強さを見せました。圧倒しました。ジオポンティ3着にソフトリーフィーバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 2連勝となりました。さあフランス戦ギニー、天の花盛りです。一番人気106、まあそんなに海外の実績がないんで差はつきにくいですね。そういうことで まだわからないですね。混戦ムードレース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 フランス戦ギニー、3歳のマイル G1 戦です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バッドディスプレイ、これは好スタート。アラビアインプライド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフォトグラフィック行きました。続いて前へ行くのはバッドディスプレイ、さらにはウィングドリクエスト、10番アラビアインプライド、その後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。フォトグラフィック先手を取りました。好位置をキープしています。天の花盛り並んで15番ノーティカルシュー、内からはタルクバックパサー、これに続くのがジャボットエクスチェンジ、すぐ後ろにアプライドシャイン、先頭は依然としてフォトグラフィック、まだ粘っています。ウィングドリクエスト、ほとんど差がありません。バッドディスプレイ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はウィングドリクエスト、さあ上がってこれるか、追い出した。外から天の花盛り、残りあと400m、届くのか、長い直線、ここからどうか。ウィングドリクエスト先頭、内からバッドディスプレイ、あと 200m、 内側も来てるぞ。一気に捉えるか、レインボービュー、レインボービュー、あーダメだ、伸びが足りない。3着でした。1着、2着はラウディキャペレット、3着に天の花盛り、勝ったのはレインボービュー、見事な勝利です。背足がな、やっぱりキレを上げないといけないですね。さあ凱旋さおだけは一番人気となっております。クラブ馬ですね。ケオハイスプリングカップ、ダイジェストです。東京 G2 ケオハイスプリングカップ芝 1400m 短距離戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。カノヤザクラ先頭、前に迫る凱旋さおだけや、さあさおだけやが先頭へ、凱旋さおだけや、外からカノヤザクラ、残り 200m を通過して、まだわからない、凱旋さおだけや、このまま振り切れるか。2番手はプレミアムボックス、凱旋さおだけや、押し切った、凱旋さおだけや、1着2着はプレミアムボックス、3着にアポロドルチェ、まずは前哨戦を制しました。凱旋さおだけや、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。さあ逃げのサイレンスーカとキョエマーチ3区、さあビクトリアマイルとなっております。
ダイワスカレット1番人気、天の世界に花2番人気、ウォッカオディールと続いております。ウォッカオディールはクラブ馬ですね。さあ世界に花は先方選べますがどうするか、差しぐらいにしとくか。ではレースです。さあ牝馬のマイルを、マイル位置を決めるビクトリアマイル G1 東京競馬場芝 1600m で叩かれます。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に対冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイルいよいよ発走です。さあ最後は大外枠のルミナスハーバー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ジョリーダンス好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてジョリーダンス行きました。これに続いてペイエムプリキュア、先手を取ったのはジョリーダンス、好位置をキープしています。ダイワスカーレット、すぐ後ろにアルキーバラッド、ダイワスカーレット好位置、もう先代つけましたね。ベルズアボルド、それに続きますマチカネハヤテ、すぐ後ろ、その後ろからはキシコマーズ、キシフォーチュン、上がっていきました。少し開いてサイレントレイン、その隣にウォッカ、その横にルミナスハーバー、ベルスリッパー、そのうちに続いています。少々ハイペースというところですが、エアハイかテイムプリキュア、言うほど速くない。リードは6馬身ぐらいあります。テイムプリキュア一人旅、2番手はサイレントレイン。さあ先に別の馬が捕まえに行っている。クラブ馬、おでもダイワスカーレットが一気に先頭だ。この2頭だ、先頭変わってダイワスカーレット、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと 200m、 後続は大きく離れました。内からようやく天の世界に花、ダイワスカーレット今ゴールイン。ダイワスカーレット圧勝ですね。2着は天の世界に花、3着にウォッカ、宿命のライバル対決、この一戦を制したのはダイワスカーレット。ウィニングランです。ダイワスカーレット、さあ4着までを占めてますね。輪島騎手 G1 4連勝か。絆がアップ、さあこのようになっております。5月4週ヘアステークス4頭か出走です。海外は2頭ですね、ゲド戦記とシャメール。オークスにブエナビスタが2回目をかけて出走いたします。おージオポンティ勝った。アマノハウルが旅したら2日目を行けます。一強だウェナビスタ。エリカ、ん、あ、そうだ、もちろんですよ。欧州の格式の高い、そうか、アメリカがあったから欧州なんだ。次は嬉しいですね。まだまた、知人が増えました。アメリカって誰だっけ、
アメリカはエリコか、エリコとエリカか。15人入れるんですね、最大で。オディールも3着になったからな、3位稼ぎましたね。本当安田記念ダイワスカーレットが挑みますが、まあ挑んでいいんだけど、竹豊かっていうわけにはいきません。ちょっと待ってね、調子は悪くない。でもこれだったらな、挑まない方がいいな。というか着歌に勝たせないとダメなんじゃないの、このレースは。じゃあなしだな、もう挑戦は休ませます。で、ハウルを宝塚。ハウルって何勝？あ、9勝か。どうしようかな。宝塚は別に文句ないと思うんですよ。ないんだけどな。ブルースリーがいいのか。疲れは5月4週休ませたいかな。じゃあ4月1週以降、別に無理に出す必要ないですからね。ここに出すか。いや、ここじゃないな。じゃあここか、エクリプス。世界に花ですね。世界に花は、まあ、19勝なんでどこ出しても一緒でしょう。マンハッタンか。マンハッタンってどこだっけ。ここか。これ勝てる馬にちょっと譲りたいよね。ハニカミって何勝？ハニカミはまあ出すからな。ラキスタダートバー想定内とかは多分通用しない。ブルースリーはちょっと待って、メンツ次第だけどビバパタカが強いぐらいか。まあ強いかもな、これ。これは普通に強い馬だ。じゃあここに出すわけにはいかないな。稲葉はまだ2勝ですからね。タタソウル、3000を超える。客室重視。
ここで少し1分半ほど外します。お待ちください。お待たせいたしました。見てください、これクラブ順位1位になりましたよ。リーディング、ああ本当だ、安平を超えて、かつて2位だったこともあったんですけど、現行ではウォッカーなど活躍で1位ですね。まあまだ G1 取ってはないんですけどね。 G1 で比較的高着順っていうのもでかいでしょうね。パコボーイ、ゲド戦記勝ってほしいな。シーチャリオット使ってみようかな。もうセカチュウや4頭出走するからな。さあブエナビスタ頑張り、2冠目をかけます。
え、ローっては決まったんだよな。じゃあネクスト。ロッキンジンステーク様のゲド戦記一番人気です。134、一番はベストインセールですからね。タバの中ではあとあパコボーイあたりぐらいはね。かさあしっかり勝ってもらいましょう。レースです。ニューベリー競馬場 G1 ロッキンジンステークス芝 1600m のマイル戦です。こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダッシュジェスター、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してダッシュジェスター、花に立ちます。先競馬ですね。その後ろからはアポリネアフィニクス、この馬も上がっていく構えです。さらにはピンクフォーム、4番サーベルゲート、その後ろアポリネアフィニクス先手を取りました。その外からアストロンウィン、アロハビュー、それに続きますジェモナグラディオラス、そのうちに続いています。その外にディナミクスドラゴン、内からはアコボーイ、青の帽子、天の毛ド戦記、いい位置につけました。その外にフォーミュデイトトレード、内からはファイブウィンクル、その外にベストインセール。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。内からはタイガーキネマ、ここでアストロンウィン先頭に変わりました。まだ粘っています。アポリネアフィニクス、ほとんど差がありません。さあ上がっていった。天の毛ド戦記、前を捕まえられるかどうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った追い争いになっている。残り 200m、 天の毛ド戦記伸びてきた。アコボーイ抜け出したかな。天の毛ド戦記勝ちましたね。2番手はパコボーイ、勝ちました。1着、2着はパコボーイ、3着にフォーミュレイトトレード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の毛ド戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。中盤6連勝です。いいえ、イスパン賞アマノシャメール1番人気、勝ってほしいな。109か。でもイエーツが強い、これは厳しいだろうな。イエーツがちょっと強すぎる感じです。レース行きましょう。パリローシャン競馬場 G1 イスパン賞芝 1850m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。先行争い、何が行くでしょうか。スクエアラウンド、前に行きそうです。イエーツ、それに続いています。さらにはグロリアデカンペオン、16番ベタードヌーベル、その後ろイエーツ先手を取りました。セカンドザデー、そのうちに続いています。その外にアルプミーヘレン、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。少し間が空いてブックゼンラ、内からはオリエンタルトム、並んで古豪サイクルグローブ、ソングオブイースターリング、この馬もこのグループ、すぐ隣にシャムファイル、アマノシャメール、この位置です。その外からレッドエレクト、内からはフルフォーム、その外にゲートスピン、しんがりからバイオノートブック、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。バイオノートブックはいいんか。もう一度見ていきましょう。やばいだろバイオノートブックは。ほとんど差がありません。グロリアでカンペオン、3番手、6番アマノシアメール、まだ後ろ企業名だろ。サインはまだでしょうか。日曜王者、意地のぶつかり合い、下がっちゃった。先頭、外からイエーツ先頭、ようやく中を追って外から上がってこようとするが、スクエアラウンド、あと届かないだろうな。これ
2番手はアルプミーヘレン、厳しい。アマノシャメールイエーツ1着、2着はペタードヌーベル、3着かな、取ったのはイエーツ、見事な勝利です。イエーツがちょっと相手が悪かった。4着でしたね、シャメールは。ヘアステークス4頭出し、その中でも1番人気はアマノセカチューとなっております。2番人気はアジュージミツオ。フリオーソなんかもいますね、大激戦。ダイジェストです。京都 G3 ヘアステークスダート 1900m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エスポワールシティ先頭、エスポワールシティかよ。残り 200m を通過して一気に後続が抑えかかってきた。でも刺してきた、アマノセカチュー抜けた。セカチューだ。2番手はエスポワールシティ、アマノセカチュー強い強い。アマノセカチュー圧勝ゴールイン。2着はエスポワールシティ、3着に片野春日、これが世界の実力だ。アマノセカチュー、ちょっとセカチュー考えてみれば金札馬やん。これ何ステークスっていうんだ。飛ばしましょう。さあこれ次がオークスですね。さあオークスにブエナビスタ出走です。おや、ゴトリ、ゴトリサッチャー、鉄の女。ブエナビスタ1番人気、2番人気凱旋シロプランじゃないですか。アグネスレーター、鶴丸ガールの本正面は凱旋シロプランに捉えてます。他ブロードストリートとかレッドディザイン、ディザイア、ディアジーナも人気となっておりますが、まあ本州においてみんな二重丸なんで、それだけ評価されているってことにはなると思いますが、さあ、ブエナビスタ2冠をかけてレースです。さあ牝馬2冠目は優秀牝馬オークスとなります。東京競馬場芝 2000m G1、 ブエナビスタは果たして2冠目を取ることができるのでしょうか。中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発走です。さあ最後は大外枠の大鳥サッチャー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはマイネウェーブ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマイネウェーブ行きました。続いて前へ行くのはエルリアルト、さらには東海セネカ、5番エンマプラム、その後ろ先手を取ったのはエルリアルト、間が空いてデビルコール、その外にディアジーナ、さらにはエリモペティション、並んで18番大鳥サッチャー。
内からはメジロオークレーン、その隣にジェルミナル、ヤマニンジュリエ、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のブエナビスタ、現在馬群の中ほどにつけています。赤の帽子、凱旋白プラン、その後ろ当選ハワイアン、それに続いています。並んで2番ブロードストリート、その横に優勢スペイン、すぐ隣にレッドディザイア。ブエナビスタ後方ですね。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりから競泳フランカ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番エルリアルト、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、マイネウェーブ、それに続きます。東海セメルカ、すぐ後ろ少し離れてリアジーナ、続いています。さあ先頭はまだ10番エルリアルト、まだ上がってこないな。ブエナビスタ、東海セメルカ、3番手ブエナビスタ、まだ動きません。第4コーナー、もうほとんど最高峰じゃないですか。さあ直線、直線だけ決めようというのか。外から東海セメルカ先頭、リアジーナ、一気に外から、これはすごい。先頭残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、ブエナビスタ先頭です。このまま押し切るか。2番手はビアジーナ、2冠目決めました。2着はビアジーナ、3着にジェルミナル、ブエナビスタ、牝馬2冠達成。あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。ウィーニングランです。4コーナーでは後ろから2投目ぐらいでしたからね。直線だけ強烈な末脚を出したということになります。さあこれで牝馬3冠へリーチです。キザレベルを4にアップ、キゼオジ能力も上げます。単重量が厳しそうな歌、厳しそうって目黒記念のアテネとか厳しくないでしょう。言うほど牝馬で言うと厳しい馬はいないよね。厳しそうな馬はいません。気のせいです。ちなみに海外は5頭ですね。特にまあオーケンブルースリーもさておき、イナーバウアーも2勝だし、スマートハルコン、天の椿あたりみんな頑張ってほしいですね。天のニコニコが2回目をかけて今度は登場してまいります。にしっかり勝ってほしいところです。パコボーイ、欧州の優、さあダービーはどういう展望か。いや、ニコニコ来た、ニコニコ一強です。まずブラックキャビアか。こ
ここをステップに勝ってほしいですね。で、天のドローロー、ラキスタは、うん、ユニコーンか、一周放牧。そして、え、安田なんだ。まあ安田もいいかもしれないけど、16の2400か、まあ、とりあえず一周放牧ですが、どこに出すかですね。7月を一周行こうか。まあまあここら辺とかいいとは思うけどな、まあ、ここはまあ 61km はちょっと辛いかもね。ここ行きましょう普通に。お、もう4なんですね。どうしようかな、もう乗せちゃえ。で、つぼみが2勝。ダート馬だよな。うん、まあ、一周放牧しましょう。今週ニコニコが、もし ダービー取ったら、どこに行かせるかですね。6月3週まではないのか。何これ、うん、あ、ダート戦か。芝のみなんでダートは厳しいですね。ということはやっぱり大商店あたりに行かせますか。でも不利とか言われちゃってる。アイルランドダービーは、まあでも行ってみましょう。長距離戦出すのも一つ手かもしれませんね、ニコニコは。つまり、春天、来年の春天に挑戦です。ボルンもちょっと行ってみましょう。竹豊か、竹豊かとなります。で、ヒーローは、うん、ハニカミは今週か。あ、なんだこの疲れ。一周ではちょっと済まないですね、この疲れは。問題は次どこに出るレースがあるかですね。専用のセンナーなんで、マイル周辺しかレースがないんです。あとこの辺か、ルアーブル、ジャンプラッシュもありです。疲労が心配ですね。絆コマンドはない。キャンキャンもこれ使えないんだよな。6勝か。8。ち
ょっと調子落ちてるのかな。で、エネループどうこい出すかですね。瞬発力が低い、柔軟性が低い、まあ健康かな。でも4歳ですからね。何これ、スパーキング、ん、専用か。まあまあ、春日がいるんでちょっと譲りましょう。もっと早くレースに出したい。1520万だからな、結構世話されるもんな。何キロなんだろうこれ。あ、54キロなんや。これはめちゃ楽、美味しいです。ロキオンはやめ。さあ、ちょっとやっぱり距離長いのになんで出しちゃったんだ。まあ、ブルースリー、千の風、瞬発力も全然ダメだしな。泉は安田記念、やった、スパーキングレディ。着た4勝か。着たここが勝負なんだ。ブログはまあ、うん、いいとは思うけどな。ビナを鍛えたいよな。ちょっとやっってみるか。でも強いな、相手が多分。ん？ブログは16もいけんだ。あ、これでエビナに戻せるんだ、ジョッキーだよな、戻せるよな。
ノートレはまあまあ下だけど、いや出ないよ。アテネは何でか。まあ、ジュピターリーチですね。何？なんで？なんだこれ。ん？健康値が低い。まあ、健康は。難しいな。3周放牧ぐらいかな。メールは、うん、宝塚は無理だろう。なんか面白そうなハンデ戦ですね。うん、以上。すごい、ニサオスマ。ピクトアールピサ、凱旋か。ちょっと小粒な感じはありますよね。キングカメハメハ3区が強いな。タキオンとか、あとはマンカフェ、ゼンノノブロイとか、
最上位。さあニコニコ、天のニコニコは知っているんだ、勝つのは自分ということを。アプレザーネーブですね、ライバル馬は。さあ刀アテネも出てまいりますが、では行きましょう。ネクスト、あ使い忘れた。ゲームリステークス天の椿です。一番人気126。フォーエバーツゲザーが最大ライバルかな。ベンチュラもいます。これが2番人気。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ゲームリーステークス芝 1800m です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはバスカンイブニング、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくバスカンイブニング行きました。続いて前へ行くのはオリオールフラッグ、さらにはストリーミングキャリコー、6番ユースダンバーミー、その後ろバスカンイブニング先手を取りました。トゥーマッチフォーブス、それに続いていますレリナデュネット、それに続きますスイータースキル、そのうちに続いています天の椿、後ろからになりました。その外からフォーエバートゥゲザー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。黄色の帽子ウィニーズスプーニー、その後ろすぐ後ろにハワイアンウエスト、プレザントバドミントン、すぐ後ろその後ろからはウィニーズオブリック、最後方にベンチュラ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番バスカンイブニング、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてトゥーマッチフォーブス。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ11番バスカンイブニング、2番手はトゥーマッチフォーブス、レリナデュネット、3番手。さあ内から上がっていった、直線コースに入りました。トゥーマッチフォーブス先頭、残り 200m を通過して椿先頭へ。先頭は今度は天の椿、外から来ているぞ。先頭は粘りました。1着でゴール、2着はフォーエバートゥゲザー、3着にハワイアンウエスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天の椿。まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあこれで自分は何勝目かな。何勝目か分からなかった。2連勝でしたね。さあスマートファルコン、メトリポリタンステーハンデに登場。1番人気131、110を超える馬すらいない。逃げ切ってもらいましょう。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 メトロポリタンハンデ、ダート 1600m をマイル戦です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。コースタートを切った。でしょうか。スマートハルコン。スマートハルコン。ジャイアンツハンド。それに続いています。さらにはスタルウラモーメント。古豪ハーフスピアフィッシュ。その後ろ先頭はスマートハルコン。短期の逃げに持ち込めるでしょうか。ステートイラストリアス。それに続きます。赤の帽子フェイバーアヤ。その後ろその横にコディアックカウボーイ。その外にカーズエミー。その隣にスピードウェイグローブ、ジュニアトレダム、そのうちに続いています。並んで14番サウスジェットスカーレット、ジョージーボーイ、この馬もこのグループ。少々スローペース、これでスローなの か, でしょうか。さあ先頭はまだ5番スマートハルコン、2番手はハーフスピアフィッシュ、コディアックカウボーイ、3番手さあスマートハルコン、小
このまま逃げ切れるかどうか。さあ先頭を悠々と走っていく。さあ先頭はスマートハルコン、最終コーナーをカーブして、まだ持ったままだ。スマートハルコン先頭、残り 200m 後続を素晴らしい圧倒です。2番手はコディアックカウボーイ、もうぶっちぎりですね。独走スマートハルコンぶっちぎりです。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スマートハルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧勝でした、ま、58キロ金量は背負ってても力をさ歴然とでしたね。いいえ、さあタタソールズゴールドカップ、天野イナバウアーです。1番人気125ですが、まあ強い馬が多いから簡単にはいかないですね。トライバルサイトとかレース行きましょう。タタソールズゴールドカップ、カラ競馬場 G1 芝 2100m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ルックヒア、これはいいスタートを切りました。まあまあのいいスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してルックヒア花に立ちます。その後ろからはジェイペグ、この馬も上がっていく構えです。さらにはイスファハンアカーリッド、2番アマノイーナバウアー、その後ろジェイペグ先手を取りました。少し開いてムービーパートナー、内からはドライバルサイト、その後ろにポモナオールクエスト、その隣にナポリコンポージャー、プラムライレス、そのうちに続いています。並んで14番サムイクストラ、内からはナイトエレノア、その外からアリワウイエス、内からはオーバーステートコメント、黄色の帽子トワイスオーバー、その後ろからはネバーウィステリア、最後方にゲーリックインディー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から5番ジェイペグ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までなかなかいいんじゃないでしょうか。読みのない展開になりました。イスファハンアカーリッド、それに続いています。その外にルックヒア、好位置をキープしています。内にいるが詰まらなきゃいいけどな。直線コースに入りました。さあ先頭は依然として伸び争いだが、さあ追い出す、ほとんど差がありません。追い出すがちょっと詰まってしまっている感があるぞ。伸びきれない。外からプラムアイです。残り 200m を通過してプラムアイです。先頭だ。ナポリコンポージャー抜けた。ナポリコンポージャー粘る。ナポリコンポージャー先頭だ。ナポリコンポージャー、ナポリコンポージャー1着、2着にはどうやらプラムアイです。勝ったのはナポリコンポージャー、見事な勝利です。わあ、10着だ。理由はわからない。アイルランド2000ギニア、天のハニカミ1番人気、120抜けてます。3歳のレースでもう120あるのはすごいですね。まあ早熟なんでもう疲れもありますが、
見え切りたいところです。レースです。カラ競馬場、G1 3歳 G1 アイルランド2000切り芝 1600m マイル戦です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。スタースパングルドバナー前に行きそうです。ボルシノパイロット、それに続いています。さらには天のハニカミ、14番アーダルライトニング、その後ろ先手を取ったのはスタースパングルドバナー、大きく離れました。キャラージャード、その外にテンプルハーツ、イメージオブイーパー、そのうちに続いています。その外からプルデントガラーシャ、内からはマンハッタンエミネンス、その外にプレンティオブラジオ、内からはクオリティダンプティ、その外にリーフソフィア、その外にブッシュレインジャー、内からはカスタネットトゥルース。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外にワイルドアラモード、さあ先頭はまだ2番スタースパングルドバナー、スタースパングルドバナー後続を引き離します。2番手は天のハニカム、ボルシノパイロット、3番手残りあと 400m 長い直線、さあ内も内と外広がっている、あと 200m 全然見えない、後続がやってきた、外から一気に突き抜けるか、キャラジャード、キャラジャード、かわす、2番手は伸びない、キャラジャード、キャラジャード、1着、2着は微妙です。勝ったのはキャラジャード、見事な勝利です。最後はちょっと辛いかな、ハニカミにとっては。5着に敗れました。チャンピオンズ&チャターカップ王権ブルースリーです。2番人気です。116、まあ、悪くはないけど、ビバパタカはじめレーティングで競ってる馬多いですからね。さあレース行きましょう。シャティン競馬場 G1 チャンピオンズ&チャターカップ芝 2400m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオフィスハーバート、サンタイムパワー、ちょっと出遅れ、ダッシュよくオフィスハーバート行きました。続いて前へ行くのはソニックレード、ビバパタカ、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはソニックレード、その隣にジュニアアーギュメント、オフィスハーバート、この馬もこのグループ、その後ろからはシガートザトップ、並んで5番シータセコイア、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。好位置をキープしています。王権ブルースリー、サンタイムパワー、それに続いていますダッシングオーシャン、そのうちに続いていますすぐ後ろにダブルブロークン、その外からイッツテーブル、内からはアメリカンイスファハン、内からはディバパタカ、その外にオードインデスクリション、最後方にトラディションジェット、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。混合ソニックレード、依然として先頭て、ね、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがジュニアアーギュメント、少し間が空いてオフィスハーバート、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。悪くはないけどな、シールはまだ粘っています。2番手はジュニアアーギュメント、さあここから伸びていけるか、3番手オーケンブルースリー、この位置から届くのか、後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭を伺う、意地のぶつかり合いだ。ソニックレード先頭、オーケンブルースリー先頭、中がかかソニックレードが来た、一気にカッシュいく、あと 200m、 ここで先頭変わってリバパタカ、残り 100m、 2番手はオーケンブルースリー、リバパタカ、この馬で決まりか、うわかなわなかった、強い強いリバパタカ、圧勝ゴールイン。2着はオーケンブルースリー、3着にシガートザトップ、勝ったのはリバパタカ、見事な勝利です。
アオイステークスです、一番人気はブラックキャビア、天の日のは3番人気となっております。さくらさんだけ天のヒーローですね。他みんなブラックキャビアとなっております。うん、なんだろう、ダイジェスト、京都 G3 青いステークス芝 1200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のヒーロー先頭、あと 200m、 ブラックキャビア追い上げてきた。ブラックキャビア先頭です。このまま押し切るか。ブラックキャビアかわす。ブラックキャビア強い強い。ブラックキャビア圧勝ゴールイン。2着は天のヒーロー、1番人気に応えました。ブラックキャビア見事です。さあ日本ダービー、天のニコニコ登場です。超一番人気アプリザンレーブが対抗ですね。他はロジユニバース当選上段あたりか。先方もまあ先行策は特別不利じゃないです。レースです。東京優駿日本ダービー3歳、ボバのクラシック第2弾となります。 G1 東京競馬場芝 2400m で行われます。天のニコニコ2冠目なるでしょうか。馬主調教師騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の天のニコニコ、ゲートに入って体勢が整いました。スタート。
しました。勢いよく飛び出したのはエンマドー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエンマドー鼻に立ちます。その後ろからはシュワルツベンシズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはエンマグラビ11番ロジユニバース、その後ろシュワルツベンシズ先手を取りました。すぐ後ろにリーチザクラウン、好位置をキープしています。天野ニコニコ、オリーブノワール、そのうちに続いています。その外にエルテイル、内からはステークスジョン、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その隣にタンポポフード、これに続いてメジロゲスト、並んで15番グローブアレグロ、その横にセイクリッドバレー、すぐ隣に当選ジョーダン、中山フェスタ、この馬もこのグループ本位つけましたね。天野ニコニコは、その横にアプレザンレーブ、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりから星雲ワンダー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。6番リーチザクラウン、エンマドーン、すぐ後ろさらにはシュワルツベンシズ、一番人気の天野ニコニコ、現在先端に取り付いています。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として6番リーチザクラウン、エンマドーン、ほとんど差がありません。シュワルツベンシズ、3番手天野ニコニコ、まだ動きません。さあ世代の頂点をかけてリーチザクラウン、さあ天野ニコニコやってきた。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ここで先頭変わりました。先頭に立った。先頭は天野ニコニコがまだうちに粘られてるぞ。伸びてきた。後方から一気に星雲ワンダー、星雲ワンダーか。先頭だ。だが押し切った。1着2着は星雲ワンダー、3着にロジユニバース、天野ニコニコ2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ、夢の3冠まであと一歩に迫りました。最後迫られましたが2冠を達成しました、天野ニコニコ。さあこれであとは菊花賞を残すのみ、距離適正的には全然問題ないんで、あとはあの夏をいかに無事に過ごすかっていうことだけですね。オンライン対戦やってみる？まあ、10番人気、1番人気、赤月ニコニコ、白三角一つのみか。先方は選べます。差しかな、ちょっと厳しいのでダイジェストにしとこう。さあ直線に入りました。これからの勝負、暁先頭、1馬身から2馬身引き離すデジタルエース、足色は十分。前に迫れるか。外からバグダッドカフェ、残り 200m、 デジタルエース追い上げてきた。あ、全然ダメだ。粘り込みを図ります。デジタルエース先頭だ。デジタルエース、デジタルエース追い込んだんだけどな。2着にはどうやらバグダッドカフェ、3着にプレミアスラッシュ、勝ったのはデジタルエース。このレースを制したのはデジタルエース。11位、目黒記念、刀アテネ登場、1番人気、祭りだ号砲との対戦になります。ドリームジャーニーもいますね。あとネバブションあたりか。ダイジェストです。東京 G2 目黒記念、芝 2500m です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。レインボーペガサス外を伸びてくる天のアテネ。しかし後続の手応えもいい。レインボーペガサス先頭、外から勢いよく片のアテネ先頭。残り 200m 片のアテネ先頭。一気にドリームジャーニー、ドリームジャーニーだ先頭だ。ドリームジャーニー、わずかにドリームジャーニー体勢有利。伸び争いにわずかに敗れました。うわ、不渋滞、すごい不渋滞多いな。やばい。お、一口葉の報告プラス53万。さあ安田記念に天野チャクータ登場。チャクータまだ幼少ですかね、頑張ってほしい。キンシャサの奇跡ですが、やっぱりキャンキャンの初 G1 制覇に期待したいですね。でもまだ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 これからですからね。さあ安田記念着歌だ。着歌一強となっておりますが、オグリキャップみたいだな。風格ダビバの行こう。ジュピター2勝したのに。お、これってまだ拡張できたっけ。あ、従業員宿舎拡張できんだ。トラック、従業員スタッフを拡張しましょう。種付けです。絞り込み設定でインブリード×。全兄弟×。ソングオブウィンド、ロブロイ、ドンタコス、ロブロイですね。カリスマをつけます。サッチパンドはマインシャフトでしたが、ラブゾンリミーがバンブーメモリー。いや、待機シャトルか。あれ、待機シャトル選べない。ああ、でも進めし、あ、差がないからか。サイチペガサス？ちょっと待った。まあ、サイチペガサスにしよう。
オデッセイ、これはレッドクラブズかな。ドボロイとかもいるけどな。レッドクラブズ行きましょう。ホワイトウォーターフェアはデゼニシストームソングは、バンブーメモリーか。なんかいいな。にバンブーメが式になります。バンブーで行こう。でライラプスは天の木ミストリーですか。ヒストリックスターがサイレンス鈴鹿。ペソナはちょっと調子を上げないとダメですね。あ、でも普通に上げなくていいんだ。 OK、 まあ上げとこう。ああ、スタミナ上げるからか。ジュピターリーチがかかっています。スカーレットが距離は持つ。小泉は、いやちょっと距離不安だよな。6月を3週以降であれば何でも構わない。ダートだからってみよう。図にあったが、ハウルがエクリプス。けど選挙はこれでいいのか。あとリーチですからね。こんなとこ出してる場合じゃないし、距離も距離適正も長い。16か。このまあブログ出てるんだ。いやここですかね。ここじゃダメ。これは直線競馬。あ、でも軽いからな。行ってみましょう。ただし、まじまじゃなく、竹豊か。
ツパキを変えます。横乗りが7月2週社名類乗ってんだ。いや新機種に変えましょう。戦機がこれリーチなんだよな。ちょっとだからな、しっかり取ってほしいよな。いや、さすがに海外だろ、日本側じゃないよ。あ、でも武豊が乗ってくれないんだと思ったら、調子がいいかそのまま行かせんのか。え、いや無茶でしょ、エプソムはないわ。8月ぐらいまではちょっと回は開かせたいですね。弱そう。ステーク戦重賞初制覇を狙います。ドロロも同様ですね、重賞初制覇。え、ドロはパワーがいいなんだ。あ、客室重賞選んじゃってるか、パワーが選べない。これは健康だなぁ。わ、従順、でもまだ何とも言えん。短距離戦出しゃいい話だからなぁ。はい、ということで。いいか、まだ勝ってない。
はい、ということでここまでかな。ポニョ牝馬ですね。ポニョ6頭あるな、カレンちゃんとか含めて。外線も浅田真央とマリコイヌがいますね。ラブミーちゃんとかか、あとは。想定内。着歌、うん。喫茶さんはもちろん最上位。はい、ということで。ここまでになります。見ていただいてありがとうございました。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画 YouTube に2日後18日21時頃にプレミア公開でアップロードいたします。ぜひご覧ください。YouTube、チャンネル登録、動画の高評価もお願いします。This Live Archive、アップロード、My YouTube チャンネル、2 Days After。My YouTube チャンネル、Subscribed and Good Button, Please。旧ツイッターである X のアカウント、こちらもぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、ポストのいいねもお願いします。ツイッター X マイアカウント、ビジット&フォロープリーズ。マイアカウント、ポスト、リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ウィーニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。